えすいません、えー、お時間になりましたので、えー、ランチョンセミナー中に酸化ストレスと生物の寿命についてを始めさせていただきます、えー、本日はご参加いただきましてありがとうございます、えー、それでは座長の吉川先生よろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは えー、ランチョンセミナーの、えー、12です、酸化ストレスと生物の寿命についてということで、これから1時10分まで、えーえーえー、お時間をいただきましたので、えー、2つの講演を拝聴いたしたいと思います。まずあのまず、あ、最後ににも言いますがこののパンフレットの中にいい 第一回健康長寿と抗酸化研究サミットというちょっとパンパンレーレットが入ってますので9月1日に東大のホールでやりますのでご興味のある方はぜひ来ていただきたいと思いますで最初のこの酸化ストレスの講演ですが皆さんご存じのように酸化ストレスというのは毎ンエイジングまあエイジングにも アンチエグニングも非常に密接に関係しているということで、その基礎を今日は講演を通じて、いろいろと議論していただきたいと思います。まず最初の演者の犬草先生は、近畿大学の外科の教授を経られまして、現在は岐阜大学の高酸化研究部門の教授を務めてございまして、 今、抗酸化に対する非常に多方面にわたる臨床基礎の研究をしておられます。それでは、の今日は酸化ストレスを下げると何が起きるのかというタイトルでお話をしていただきたいと思います。先先生生よろししくお願いいまますす吉川先生ありがとうございます皆さんこんこにちは 私は今ご紹介いただいたように、岐阜大学で酸化ストレスの研究をやっております。で、実はですね、酸化ストレスを下げると何が起きるのか、これ、実は今本当に下げることが今までできなかったんですねで、そういうことがございまして、本当に下げるとどうなるかというデータが少しずつ揃いつつありますそれを今日は見ていいいたただきたいと思います。 これも社会に説法でございますがこの学会に参加されてる方は皆さんご存じだと思うんですが酸化ストレスというのはいろんな酸化ストレス物質があるんですがいろんな方にですね酸化ストレスって何だよって聞かれるんですが最終産物を2つだけご紹介するとですねこちらにありますようにまあ左側が洗濯。 洋服の洗濯に使う漂白剤ですね、えー、原料が過酸化水素でございますあと右の方に最近消臭とかね滅菌に使われる次亜塩素酸というものがありますで、えー、この物質なんですが我々の体の中で作られてますで何に使ってるかというと、まあ、例えば白血球ですね好中球が細菌を破壊するときに まず細菌を飲み込んで、これを壊さなきゃいけないんですが、これ壊すときに過酸化水素とジャイ塩素酸を使うと。で、酵素も使うんですが、それでバラバラにして、われわれの体を守ってくれているわけです。一言で言うと、皆さんの酸化ストレスが上がるというのは、血液中に洗濯用の漂白剤が増えるんですよというような表現で理解をしていただきます。で漂白剤が手につくとすごいこう荒れちゃうんで えー、皆さん分かると思うんですが、えー、炎症がそこら中で起こるというようなことになりますさて、えー、私 20X という配合物を作りまして、えー、これは本当に偶然にできたんですが最初はアルコールの代謝の研究をしててその後糖と脂質の代謝の研究をしてで最終的に、えー、今日お話しする 20X という酸化ストレスを低減するものを作りましたこれ、えー、実は全て 特許でございまして、グーグルパテントで、私の名前で検索すると、すべての特許がご覧になれます。トゥエンデックスの中身は何かというとです、ね、本当にくだらんと言ったらいかんのですけど、ビタミンとアミノ酸と呼吸点のミクスチャーです、いわゆる医薬品ではなくて食品なんですね。でこれはあー ドイツのレーゲンスブルク大学のヘルムート先生が出していただいたデータなんですが、えー、あの酵素が失活するライソザイムの試験でございまして、えー、なんと千グレーというとんでもない放射線をかけると酵素活性がゼロになるでこれ今まではビタミン C が一番まともだったんですが10ミリモーラという、まあ、人間ではありえない濃度なんですがそのまあ1 6分の17分の1量でトゥエンディの場合は、えー、どうも酸化ストレスを抑えるようだと。 いいうデータでございますで、えー、こちらがの私が岐阜大学で行いました、えー、マウスに放射線を当てる実験で危険物質を3日間飲まして、えー、放射線を照射で採血をするんですが、えー、ビタミン C の大量でも対して酸化ストレスは下がりません、えーまあ、レズベラトロールが、ね、抗酸化物質と言われてるんですが実は酸化ストレスは跳ね上がってしまうと。<laughs> トゥエンディの場合は、えー、1 5パーキロという少量で大体酸化ストレスは 3,、えー、3分の1になるでこれ、えー、7日間実験があるので毎日投与したらあの元のレベルが下がってしまうとそれぐらいの強い抗酸化力がございますで、えー、自分のデータだと信用していただけませんのでこれはあのフランスにですね ICDD という酸化ストレスの測定の専門会社がございます でそれでヘップ g 2という、ね、セルラインを使ってデータを出してもらいましたがトゥエンディはミトコンドリアの酸化ストレス細胞の酸化ストレスを6割4割下げるで非常に面白いのが、ね、SOD スーパーオキサイドデムスターゼ抗酸化力の交差ですがミトコンドリアでは147%曲がるということでこれ以上強い抗酸化力のあるものは 副作用があるものですよ副作用があるものを除いてはないんだと、イコール、人に使えるものでは安全で酸化ストレスが下げれるというふうに証明がされています。で、同じ HEPG2 で、これはあのメタボローム解析というのをやりました、これは代謝の経路が見えるわけなんですが、こちらが3つがコントロール、でこちらがトゥエンディを投与したと、もうご覧になって分かるように、えー、代謝がもうがらりと変わるわけです。 これは60マイクログオムパーミリリータで1時間処理してるだけなんですが、つまり酸化ストレスを下げるだけでなく、代謝がものすごく変わっていく、これはミトコンドリアのいわゆるエネルギーを作る回路に大きく関与しているというデータが出ています。さあ、じゃあ、どういう効果が起こるかというのをまず少し見ていきましょう。t e n x の脳神経系の影響です。 新生、えー、神,神経細胞数、貝柱状界ですね、これは、えー、脳がちゃんと再生しているかどうかを見るものでございますが、えー、6種類のネズミですと、これは TUJ1 という、えー、物質を免疫染色で見たものでございますが、えー、1試合に大体30個ぐらい新生細胞があるんですけれども。 それが56週ぐらい、まあ、人間でいうと60歳とかですね、20歳から60歳になると、なんと3分の2ぐらいに減ってしまう、新しい神経細胞ができないという状況なんですが、えー、このマウスの飲料水に、えー、を27週ぐらいから、えー、ずっと投与しておくと、ですね、えー、ちょっとだけなんですが、えー、6週例よりも増えてる、イコール脳神経が新しくできるのを助けてくれるということが分かりました。 えー、こちらはです、ね、おともとの資料にも論文入ってると思うんですが、えー、岡山大学のです、ねえー、脳神経内科の阿部浩二教授との、えー、共同研究でございます。えー、マウスの脳の血管に、えー、糸を詰めまして脳梗塞を起こすと、トゥエンディを投与している群で、えー、比較しますと、これが投与していない群なんですが、脳梗塞は大体このくらい起こるんですね。 で投与してるとこれぐらいに減るという、まあ、体積で見ると大体3分の2ぐらいに減るということでトゥエンディを投与しているだけで血管が詰まった脳梗塞のダメージを抑えることができるという論文でございましてこれは去年パブリッシュされました、えー、まあそういうようなあの実験のデータを踏まえまして日本認知症予防学会というのがございますで、えー そこで,です、ね、エビデンス創出委員会というのがあって、まあ、いろんなものを使って認知症を予防しようということを検討されているわけなんですがサプリメント班の委員長が先ほどの安倍先生でございまして 2ndX が第1号に選ばれまして現在、日本全国で20の施設で400症例のダブルブラインドが去年の9月から始まっておりまして 現在、100例弱ぐらいの登録がございます。まあ、結果はまたこの学会で報告させていただけると思っております。さあ、これちょっとシングルの症例なんですが、例えば甲状腺機能更新症、バセドウ病ですが、非常に酸化ストレスが高くなっている病気でございます。で、これは倫理会の承認も得ておりますが、38歳の女性で看護師さんなんですが、 えー、薬を飲んでてもです、ね、なかなか甲状腺ホルモンが下がってこない、体調も非常に悪いということで、このラインのところ線のところから、トゥエンディ X を飲み始めていただきました、で薬の量あの、えー、甲状腺の薬は量が変わっていないんですが、むしろ減ってるんですが、どんどん T3 と T4 が下がっていって、なかなか上がってこなかった TSH が上がってくると。 でこの方38歳なんですが、巨児希望をされてまして、これ、飲み始めたのが2013ですが、2016年の秋には、えー、男の子が、えー、生まれたということで、大変喜ばれました、えー、早稲田病でも、まあ、こういうふうに、えー、抗酸化物質を投与することで、えー、症状が改善したこれはまああのデータが取れた一例ではございます。さあ、が、えー、へのデータを少し、えー、お見せします。 でこれは、えー、人のです、ね、血腸がんの細胞株 RPMI4788 という細胞株で、えー、ヌードマウスのおしっ注から、えー、注入し微小中しますとです、ねえー、肺へ転移するという人がん細胞でございます。でこれ肺の写真なんですが見ていただいたらわかるんですが、えー、この辺は、まあ、ノーマルなんですねでこれちょっとこうプツプツ出てるのもあるんですがこちらがトゥエンディ X を投与した分何もしない分。 これものすごい肺が大きくなってるんですが重量を見るとですね肺の重さが133ミリグラムこっちは36ミリグラムということでこれ増えてる100ミリ近くは全部がんでございますで、えー、まあ転移結節数をカウントしますとですね何もしない群が大体平均356なのが平均7ぐらい下がるということで がんの転移に関して申しますと、まあ、6分の1ぐらいに下げることができたと、じゃあなんで下がったんだろうということなんですが、これは血液中の、これ、D、DROM というテストなんですが、先ほどの過酸化水素を測定していると思っていただいたらよろしいんですが、これが正常レベル110ぐらいなんですが、単がん状態になると、その倍ぐらいに酸化ストレスが跳ね上がっています。 10D を投与すると、まあ、ゼロにはいかないんですが、えーまあ、67割ぐらいの酸化ストレスレベルが下がるというような状況でございますで酸化ストレスが高いと何が起こるかというとさっき言いましたが、えー、そこら中で炎症を起こします炎症を起こすイコール白血球にもダメージが来るんですが例えばナチュラルキラーがん、えー、細胞と戦ってくれる免疫細胞ですが、えー、正常の マウスと比べると、単眼状態だと、やはり、えー、免疫活性、ナチュラルキラ活性が下がってるんですが、トゥエンディを投与しておくと、実は元のマウスよりも上がってしまうということで、えー、こういう効果の相乗的なもので、がん転移が減ったんだろうというふうに考えております。えー、最後にですね、トゥエンディ X のです、ねまあ、主にアレルギー疾患であったり、 ンンチエイジングの効果についいて少ししお話をいたします、えー、臨床研究をです、ね、たくさんの疾患でやるとです、ね、莫大なお金がかかりますので非常に簡便な方法を考えました。といいますのがこれはサプリメントでございますので、えー、いわゆる臨床研究の形を取らないでも今まではいわゆるこういうデータを取ることができたんですが株式会社アイズという会社がいます。 でこの会社はですね10万人のブロガーを抱えるこれ日本で最大のブロガーの数らしいんですがレビューブログといういわゆる商品モニターなどをしている会社でございますで商品モニターのインターネットの会社というと怪しく思われるかもしれませんが神戸の臨床研究のね TRI で例えば症例管理も請け負っておられましてこれはあの私がやってる えー、ニキビプロジェクト、今回の会長の山田先生と一緒にやってるものなんですが、それの、えー、症例の管理もやっている会社でございます。で、えー、ここがですね、20X に関して、いろんなサンプリングをやってもらったのを、まあ、あのここの会社の宣伝として、ホームページに載せていますので、どなたでも、えー、見ることができるというデータで、それを少し紹介させていただきます。で、えーまあ全 といいう病気がございますが喘息の患者さんいますかとでこういう飲む飲んでいただくプロジェクトを参加しますかと言って参加者を探すわけですがどういうデータが出るかというと例えば喘息の回数が何回起こったとかですね症状が軽かったのか中くらいか重いかというのをこれはインターネット上で集めてくるわけです。 でこれそくの回数で非常に簡単に申し上げますが、トゥエンディックス、飲む前の4か月、どのくらいぜんが出たかということなんですが、1回、2回、3回、そこからどんどん増えていって、この一番赤いところが11回以上なんですが、最初、飲み始めで2か月ぐらいでかなり減るんですね、これ、季節的なこともございまして、これが7月から10月、で11、12、2月、3月なんですが、 いわゆる花粉症が始まりまりす花粉症がの時期になると、喘息というのは非常に増える病気でございますので、まあ、実際比べるのはこちらの数字と、こちらの数字なんですが、まあ、一目瞭然で喘息の回数は減るというデータが出てましたでどうですか、効果ありましたかという質問にはです、ね、効果があったが52%、ややあったが43%ということで、有効率が95%ぐらいになります。 でえー、花粉症のレポートもやっていただきました、これは2017年です、実は毎の、えー、16年から毎年やってるんですが、えー、このときは参加者が107名で、えー、飲んでると症状が出なかったのが、ほとんど出なかった15%、出たけども軽かった、いつもより軽かったということで、まあ、有効率としては8割ぐらいというふうなデータが出てきました。 でえー、皆さん、このデータをご覧になってです、ね、こんなたまたま参加した人間がこう言ってるだけじゃないかというふうに思われるかもしれません。で花粉症は非常に毎年データ取れるんですね。で、1回参加した人は入れずに、毎年やっておりますが、ほぼ同じような結果が出ますので、再現性は高いというふうに思っています。えー、アトピー性皮膚炎という病気がございますが、これもやはり酸化ストレスが非常に関連しているんですが。 えー、これは4週間飲んでいただいて、えー、どうですかと良くなったというのは10%少し良くなったのが63%ということで7割ぐらいの方は、えー、症状が改善したとで良、えー、くなった症状何ですかっていうとやっぱりかゆみだったり湿疹だったりということで、まあ、患者さんにとっては非常にメリットがあっただろうと思います。えー、慢性の腹 という疾患がありますが、これも酸化ストレスが非常に関連しています。あのいわゆる抗酸球性のというタイプのものでございますが、これも同じように飲んでいただいて、レポートでは良くなったが26%、少し良くなったが51%ということで、まあ、4分の3ぐらいの方は症状が改善したというようなでございます。でまあ、アンンチエイジング に関して少し質問をさせてもらって皆様のお手元の資料にもデータ入ってるんで一部だけ紹介しますが疲労回復を聞きましたらこ107例の方ですが実感できたが34%少し実感できたが47%ということで約8割の方が疲労回復が早くなったであと皮膚ですね えー、シミくくすみがが良くなってて肌にハリが出てきたとでこれは実感できたが20%、少し実感できたが26%ということで、こちらのほうは46%というようなデータです、あと髪の毛ですね、髪の毛の改善、結構多くございまして、実感できたが70%、まあ、少しというのを合わせると、こちらも4分の3ぐらいの参加者が改善したというふうに報告をしておられます。 でえーまあえー、今までの話、ちょっと早口でお話ししたんですが、まあ、今回の場合、酸化ストレスを下げるとどういうことが起きるのかということなんですが、えー、脳神経系はです、ね、新生神経細胞増加、脳梗塞の体積を縮小、まあ、認知症の予防にも使えるんではないかということで、臨床試験が今、走っております。で,ですと、まあ 転移の抑制があって NK 活性の上昇というのが動物モデルで見られております。まあ甲状腺機能亢進症も一例だけでございますが、T3、T4 が低下して TSH が増加したというデータが取れましたで。まあ症状改善とか疾患では、まあ花粉症、喘息、アトピー性キ肺炎、副鼻腔炎、疲労、肌、えー、これ視力とかもデータあるんですが、えー、こういうものが 改善をしたというデータが得られまして、まあ参加者の方には大変喜んでいただいたという状況でございます。えー、最後にこれが C.O.I でございます。はい、スライドは以上ですね。はい、どうもありがとうございました。少々、はいえー、若干あの時間がありますので、市にご質問がございましたらあのお引き受けしたい。はい、どうぞ。 えっと、東海大大学の永井と申ししまますあの大変勉強になりましたあの私もあの抗酸化物質好きでよくあの実験に使うんですけどあの先生のお考えちょっと教えていただきたいのがトエンディ X があのいろいろなものが入っているとちょっと見えたんですが、はい、その蘇生をどうやって決められたのかということともう一つあの先生のスライド出ていましたけどあの体の中の炎症反応を抑えるために 活性酸素が必要となって出てくるっていう場合もあるので、隅々の体すべての活性酸素を除去すると、逆にあのマイナスのことも起こるのかなってちょっと思ってるんですね、その辺について、先生のお考え、いいかかがでしょうかはいえー、まず、えー、実はこの点 e x に関しては、アルコールの代謝がスタートだったんですね。 でアルコールの代謝を、えー、やっている途中で今ファミリーマートさんで売っているスパリブというあのアルコール代謝のサプリがあるんですがそのレシピを決めていくときに酸化ストレスを抑えるものとアセトアルデヒドとアルコールの代謝を早めるものを最初にピックアップして混ぜていったんですねで、えー、それにいくつか足して配合比率を変えてもう本当に偶然にできたというのが正直なところでございます。 でそれと酸化ストレスに関して言いますと先生おっしゃるように、えー、例えば酸化ストレスが必要な場合というのはあるわけですで先ほどの D ロムテストで示される過、えー、酸化水素に関してはです、ねえー、正常範囲よりも低い方がおられましてその人たちは非常に虚弱体質かつ異感染性、いかんもうしょっちゅう感染症を起こしているという人たちなんでちゃんとした一定のレベルは必要でございます。 でこの1 0 x に関して申し上げますと、えー、高い方は下げるんですが、正常範囲の方はほとんど変わらないんです、つまり、もともと、まあ、食べ物でございますね、ビタミンとアミノ酸というものなんで、いわゆる強制的に下げるんではな,かなくて、高ければ下げるというようなコントロールができるんではないかというふうに、個人的には思っておりますあなるほど要する要に正常レベルにしてくれるっていうそうですね、はい、正常レベルの方が正常レベル以下には下がらないんです。 はいありがとうございましたはいどうぞよろしいでしょうかそしたら先生どうもありがとうございましたはいありがとうございましたそれではあの続きましてもう一方あクリスチャン・アマートーレさんのお話を伺いたいと思います若干略歴をいただいてますのでご紹介しますが このアマトレ先生はああ、まあ、電気生理学的なあ、まあ、酸化ストレスの、まあ、測定系のお対価でございまして、えー、パスツール研究所のおフランスアカデミーに所属しておられます、まあ、学士院会員という日本でありますとおそうなりますがあレジオ・ーレジオドヌル勲章を受けておられましてこの左の この胸の胸赤いマークをつけておられるとフランスでは日本ではあまり皆さん気が付かれないんですがフランスでは皆さんがもう再敬礼するという勲章非常にシンプルな勲章で僕でもいつでも偽物を作れるんじゃないかと思いますがフランスではこれを持っている方っていうのが尊敬されるという。 勲章を授与されておられます。まあ、今日はあのおそれとは関係なくって、えーまあ、がんの酸化ストレスについてお話をいただく予定にあります、えー、タイトルが Direct Dynamic Measurement of Intracellular Oxidative Stress というタイトルでございます。よろしくお願いします。Please. Thank you, Mr. Chairman. ありがとう。It is my pleasure to speak in front of you.I will be、uh, trying to、uh, Uh, this is an anti-aging uh, conference. but one of the big problems we have today is really in quantifying the production of reactive oxygen species and reactive nitrogen species in, in uh, the cells that are produced initially. biologists know how to quantify the shock proteins that are uh, evolving after uh, oxidative stress period. Medical uh, doctors know the syndromes of, like uh, peroxidation of lipids and so on, but we have still difficulties in knowing the beginning of oxidative stress. Uh, so, um, first, uh, it, uh, I will be very uh, quick here. Oxidative stress, that is reactive oxygen species and reactive nitrogen species, are altering. A lot of the biomolecules inside of the cells with uh, either the lipids, uh, this affects the membranes and the compartments of the uh, cells, uh, the DNA base, the DNA uh, sugars, the DNA uh, uh, backbones, and phosphate. And that creates a lot of uh, either change, mutations in the DNA, either uh, impaired the proteins. And that results in cellular impairment as the best case, but also in mutations leading to cancer and cellular death because the cell cannot manage itself, or it is used uh, in the control of apoptosis. So, uh, one can think that oxidative stress is a very bad thing, and that evolution would have uh, tried to find a way to eliminate oxidative stress but in fact, it's impossible because we use oxidative stress also as a very important uh, machinery to power ourselves and to protect ourselves. to power ourselves, we have the mitochondria here. and uh, this is uh, inside of the mitochondria. this is the uh, intracellular, uh, intramembrane uh, uh, area. And when uh, we eat uh, glucose or oil or fat, the, glucose, uh, the metabolic sites uh, oxidize these molecules into carbon dioxide and that generate electrons. These electrons are carried to proteins that are in the membrane, and this creates a transfer of protons from the inside of the cell to the intra, uh, uh, the space in between the inner outer space. This gradient of proton then is used to generate the formation of uh, ATP, which is the uh, uh, energetic currency of cells. But when we have either too much here, for example, too much food, or we, don't, we are missing uh, ADP because we have con uh, already made uh, all the stock of ATP, the protons continue to accumulate here and generally the extra electrons are not used to generate protons but to okay. reduce oxygen and uh, normally uh, reduction of oxygen and grabs two protons here and decrease the load in protons to generate water but about 7 to 8% of that is not uh, uh, making water is making superoxide ion and that is one of the big problems the second problem, uh, second thing we have is uh, in our macrophage. It, when the macrophage wants to eat uh, uh, bacteria, this is a candida albicans, it wraps around the bacteria, uh, creates vacuoles in which it generates nitric oxide uh, with the enosynthase and uh, superoxide with uh, uh, NADPH oxidase. And both of them recombine to make peroxynitrite. And peroxynitrite is a molecular scissor that will cut the bacteria into pieces. And that will be uh, digested and eliminated. So, in fact, we need absolutely to have oxidative stress. Uh, and unfortunately, this generates a series of primary re reactive oxygen species and reactive nitrogen species. And that, with the consequence, that we have a very important consequence that i disclosed on the first slide. Uh, so, in fact, fortunately, this is controlled by a series of uh, uh, inhibitors or enzy enzymatic inhibitors or uh, antioxidants, and we can restore an equilibrium uh, balance between the production, which is needed, and the elimination, which is uh, uh, to guarantee the life. If now we don't have enough oxidative stress, if this plateau is going up, we will be uh, into problems, and that is, for example, what is happening to people who have AIDS, because they cannot fight against bacteria, they cannot fight against virus, okay? If we have uh, this one too, too high, this is exactly the reverse. We have uh, too much uh, of uh, oxidative stress, and, we will develop cancer and so on. So, uh, to detect this oxidative stress at the single cell level, what we uh, did is still uh, the method of uh, nature into the neurons. In the neuron, you release like 2,000 molecules, so a very small amount, but you release that in the synaptic cleft, which is very small so the molecules that are released uh, find very quickly the receptor and activate the response of the muscle or of the next neuron. so we do the same, but except we use electrodes. here is a platinized electrode, and we put it in front of the cells that release. and here, for example, you have what is happening. when you have a macrophage, the macrophage has been stimulated by uh, pma, generates these vacuoles, and here you have the electrode over a anover macrophage which is stimulated also. And when the macrophage will release the material here, the electrode will detect it by oxidation. And what you can see here, you have a current of oxidation that is going like this. You have a lot of noise because you have only 1,000 to 10,000 molecules released during 30 to 60 minutes. So this is really, really delicate, and this explains why nobody was able to do that before us each of these uh, reactive oxygen species here are oxidizable at a different potential so by selecting the potential we can detect how many of each of the species is released but to do that we need to do statistics because uh, each cell is different each cell is releasing its own content and studying one cell is not enough is maybe even misleading so, here you have the average, the statistics of 150 single cells is the statistics of curves like this one, okay, for 150 cells. And in, a, in global, you generate, since we know the amount of hydrogen peroxide, peroxynitrite, nitrate, and NO that are released by the mechanism, we can tell how much of superoxide and nitric oxide. Uh, that are released and those are the real primary uh, 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 reactive oxygen and reactive nitrogen species and from that we can uh, compute the production as a function of time so this is very small amount this is per cell okay uh, um, so this is a very small amount for us but it is a considerable amount for a cell so to detect uh, to avoid to make uh, statistics what we can do is we use a microfluidic uh, device so the best is to look the microfluidic device from the top here you have a chamber which is here in which we can cultivate the cells the cells are blocked by a series of micropillars that are here which are at, at this level so they are only in the blue part here and we stimulate the cell and when the cells are stimulated we flow the solution at a very small uh, rate, and the solution is distributed in four channels. And in each of these channels, you have one electrode at one of the potentials that I said before. So with that, we can detect uh, uh, the here is macrophages uh, that are stimulated by a ionophore, okay? And when uh, calcium enters the cell, they start to walk uh, and produce uh, oxidative stress. So, this is a signal as a function of time at each of the potential. Here, this is reproducibility. So, you can uh, make uh, one stimulation, then rinse, then make another stimulation. And you see, this is a, a rather reproducible data. Uh, from that, we can uh, determine uh, the flux uh, ratio okay, of the, in the oxidative stress response. Between the four primary secondary species primar, uh, of the oxidative stress, hydrogen peroxide, you see, is about uh, 15%. Uh, Peroxynitrite, this is about uh, with these cells 20%. Nitrite uh, is higher because, uh, due to the distance between the uh, cell culture ch uh, chamber and the detection part of the peroxynitrite has been converted into nitrite, so that's the reason it's here. and nitric oxide is 30% uh, like we found before. so uh, we can detect this four here and reconstruct what was the yield at the beginning. now what we can do is try an inhibitor. so a specific inhibitor of enosynthase is lnm because this is a suicide inhibitor. He enters the enzyme, blocks the enzyme, and so the production of nitric oxide will go down. Since there is much less nitric oxide, much less of the superoxide can react with it. So, uh, peroxynitrite will go down. As a result, it will go down, and NO2, which is the product of this one, will go down, and also NO will go down. But since this one is not affected, uh, it will go up because most of the superoxide now will go to hydrogen peroxide, and this is exactly what you find. Uh, in uh, violet, this is uh, normal control, and in white, this is with LM. You see hydrogen peroxide bonds, but the other are going down. So, this, is, uh, this shows that this kind of device can be used to uh, really uh, probe uh, uh, the effect. Of uh, uh, any inhibitor or any drug on cells uh, or tissues that are placed in the chamber. But now, if we want to understand at the single cell level, we need to enter the cell, okay? And to enter the cell, the problem is that when you enter the cell, you have to go through the membrane of the cell without breaking apart the membrane, so the cell can. The electrode will be here inside of the cell, but the membrane will be closed around the membrane. and for that, you need to have electrodes that are in the scale of nano, uh, 100 nanometers at maximum. so this is uh, a glass uh, a nano uh, nanocapillary. it is filled with carbon deposited by uh, carbon vapor deposition. and we leave a little cavity here. this cavity is filled. With uh, electrochemically with black platinum here, so that's a, this black part. This is just a shadow, so it does, it does not exist. It's a shadow in the image, okay? And this is the tip of the electrode that is here. So when now we put the cell outside of the cell, we put uh, this uh, ruthenium-free uh, species that can be reduced, and the interest we use that because that cannot enter into the cell. So when we are far we have the current that correspond to this reduction in the solution but now when we close it from the cell uh, less uh, molecule can go uh, in between the cell and the electrode and the current drop here up to the point we start to contact the cell membrane and now when we contact the cell membrane we push the cell membrane with the tip of the electrode and we cannot penetrate okay so uh, we have a constant current up to the point when we penetrate. when we penetrate, the current goes to zero, okay? because uh, uh, now this one cannot enter in the cell. so that shows that there is no leakage around the electrode. and here, uh, this is uh, for us a way to tell how good is the leak, because the current which is here is a reduction of oxygen inside of the cell. So now, what we can do is compare different cells. Uh, and here we looked uh, three cancer cells. One, uh, uh, those are typical uh, cells used in this kind of uh, research. This is uh, normal, so it's not uh, uh, developing uh, cancer; it's dormant. This one is already active, and this one is a metastatic so uh, when we enter with the electrode inside of the cell, so this is a cell, this is the tip of the electrode, and the electrode is behind, because we are looking from the bottom with inverted microscopy. you can see the four uh, species, and you see immediately that in the dormant cell, the production is almost nothing. in the uh, cancerous cell, you produce almost no hydrogen peroxide but uh, nitri uh, peroxynitrite, nitric oxide, and uh, uh, no2, minus. but when you go to the metastatic cell, you see that you have a huge production of peroxynitrite, nitric oxide, and no2. so now what we can do is make experiment uh, with uh, having the electrode at different potentials, okay? and uh, follow with time. so you see the production at the beginning. You have entered the cell, nothing happens, okay? About 100 seconds after you enter the cell, the cell uh, starts to make a firing, a big uh, burst of oxidative stress. And uh, after this period, you have almost a constant nitri uh, nitrite, a little bit of hydrogen peroxide, but almost constant. Nitric oxide grows and then becomes constant, but peroxynitrite is growing and growing, okay? And if you remember, we can, from that, those, we can uh, have the initial production of superoxide and nitric oxide, and you have that. So the average are the blue and the red uh, dashed line, and, but you see the production is doing by burst, by fir firing. It's not a constant production. The cell is simply doing bursts like this. So this is very interesting because it was not known before us. We can also uh, try to have uh, uh, a stimulant. This is to activate protein kin kinase C with DAG. Okay, and uh, the problem is to know if uh, ROS and RNS participate in the activation of PKC or if PKC stimulate ROS and RNS. And here, we stimulate the PKC. You have nothing, and suddenly you have the burst. Of uh, reactive oxygen species and reactive nitrogen species. So it means that uh, this is, uh, it follows at least the uh, activation. Now to conclude, I will show how we can enter. You remember these vesicles here, vacuoles, with uh, production of that. We can enter with a very small electrode. This one is even smaller than the other. Okay. Uh, with a black platinum deposit on silicon carbide uh, with a film of carbon uh, on the top. And now, when you have a vesicle like this that will uh, touch the tip of the electrode, like this, this is the tip of the electrode, the vesicle touch here, opens, and we can oxidize uh, what's there in. And so, you see one spike here is one vesicle that hits uh, the cell and uh, these spikes are not noise. they have a fine structure. and you can integrate the charge of the reactive oxygen species. i uh, have a, a histogram of the number, okay, and the current, which is measured. so now we can really tell what is going on in the macrophage. to conclude, i want to thank the people who did this work. so in my lab, uh, at, uh, in paris, essentially, uh, these three people. In, uh, and the collaboration uh, uh, inside of the breast cancer cell was a collaboration with my friend uh, Mikhail Mirkin. And the, uh, 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 the last part was a collaboration with my joint lab in uh, Wuhan, uh, in China. These are economic Superior, CNRS, Ministry of Research and Advanced uh, Education. Uh, the Paris Science Lettres uh, University, Sorbonne University, this is the uh, uh, Chamon University in which I have a uh, 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 joint professorship, uh, this is the uh, joint lab here, and this is INER, uh, 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 which is a uh, uh, grant funding agencies. and those are the symbols of the academies of science that are of whom I am a member, uh, starting from the French one on the top. ありがとうございましたあのお時間があちょっと残っておりますので、また質問を受けたいと思いますが、皆、まあ、さんご存じのように、えーえー、殺菌の基準には、まあ、NO というナイトックオキサイドというガスとスーパーオキサイドという活性酸素の一種ですが、 活,活性窒素子と言ってるうー NO グループこれはパーオキシナイトレイトになって、まあ、毒物になるんですが、まあ、今はあの排気ガスのノックス規制で毒物と言われてるものでありますもう一つはスーパーオキサイドという酸素から出てくるまあ活性酸素でありますこの二つが合わさりますとお非常に毒性が強くなってパーオキシナイトレイトになってそれを リアルタイムに測定するという測定系でありまして、えー、非常に画期的なあ測定系でありますので、えー、NO と o 2イナス、からそのパオキシナイトライトおがですねどれぐらいの量でバランスで出てくるっていうのは僕らは分からなくてですね、えー、NO を阻害しとくと酸性を阻害しとくとどうなるとかですね スーパーオキサイドを作れないようにしておくとどうなるかというようなことしかから研究できなかったんですがそれを実際に測定できる営を開発された非常に画期的な内容でございました、えー、せっかくですので、えー、まだ時間がありますので、えー、ちょっと質問がございましたらどうぞお受けしたいと思いますが、えー、同時通訳がおられますので日本語で質問をしていただいても 結結構ですが英語でも結構ででですすが英語もベストはフランス語ですが、えー、いかがでしょうかそれでは僕の方からちょっと質問したいんですが、あのー、これはあのトランスレーションできますね日本語でね、えー、質問させていただきますがあ今いろんな細胞レベルで、えー NO とスーパーオキサイドあるいはパオキスナイトライトなどが測定できるんですがこの細胞の中のそれではミトコンドリアとか消胞体核あるいは膜その細胞の中の中の部位で This was your question. Yeah. Uh, yeah. Uh, up to now, uh, we are just uh, developed uh, these methods. So the three methods that I presented today uh, have been published uh, uh, last year and uh, this year and the one with the microfluidic is still uh, a submitted paper so this is really uh, uh, now that we have been able to reach the size of electrodes in, uh, for which we can study what is happening inside of a cell when the cell is stimulated and you remember of the curve you see this initial burst and then a continuous production my feeling is that this continuous production is because the cell realizes that something has entered in and tries to get rid of it. So we are uh, measuring at the beginning the real uh, dormant state uh, inside, but after we measure what the cell is able to produce to defend itself, to react itself. So these are two different information. Now, uh, for the macrophage, we can make the distinction between the cytoplasm and the uh, phagolysosome, the vacuoles. But uh, we will need to develop again even smaller electrodes, maybe like 10 nanometer electrodes, uh, in order to make the analysis in different compartments, like you suggest, which is a bright suggestion. The problem is that uh, we need to have electrodes. That are uh, cylindrical shape in order to enter in through the membrane and the membrane seal, and uh, do not break when we enter the membrane. And 10 nanometers for most of the material today in electronics is no problem, but this is supported on a flat surface. In our case, it needs to stand uh, alone. So we have to solve this problem, but I hope that we will solve it. あのつい先週ですが、参加ストレス学会と NO 学会、日本参加ストレス学会というのと、日本 NO 学会がありまして、私は日本参加ストレス学会の名誉理事長なんですが、NO 学会の理事をやってまして、この2つがジョイントミーティングというのを初めて日本でやりました。今後はですねおそらく 一緒に学会をやることになると思うんですが、ぜひ、あの、山取先生には、この NO 学会、日本の NO 学会と、参加ストレス学会の合同の学会がこれから、 行わ,れは行われると思いますので、その両学会のメンバーはおそらく先生の話、非常に興味を持っていると思いますので、またいろんな研究をしていただいて、何度も日本に来ていただいて、我々を指導していただきたいと思います。英語で言ってますでしょうか。Anyway thank and waiting you very much and,、uh, I waiting for I'll Or they come, 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 come back to Japan. Uh, so so we should, right. I, I have understood the invitation. It would be a great pleasure for me to uh, be again. I, I, maybe this is the 40th time that I'm coming to Japan, but generally this was uh, related to organic electrochemistry, because this is my training, and physical electrochemistry. But now we can speak about things that are important for medical issues. So. Okay. うん、千九百ました。それじゃ、あの、もう一度、拍手をお願いします。どうも、ありがとうございます。本 <laughs> それでは、あのー、これで、えー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 えー、終わりたいと思いますが。パンフレットの、くれぐれも、あの、九月1日の、健康調理と抗酸化研究サミットというのを。えー、ちょっと、頭の中に入れておいていただきたいと思います。えー、どうもありがとうございました。